はいえー、と標準のブラウザもかなり早いんですけど、オペラが非常に、オペラミニですね、えー、非常に早いのでやってみたいと思います、アンドロイドで、えー。新しい,い HTC の EVO ですね、EVO4G のスプリントのネットワークで、3G ですね,これね、えーまあ、ブックマークからニューヨークタイムズを開いてみましょう。ネットワークから読んだら、ブーンという感じで、こうですね。 えー、ちょっと操作が iPhone と違ったりしてあれなんですけど、まあ、左下の、えーなんでしょうね、縮めるボタンみたいなんでこれまた全体に戻るというそういう操作ですねでもまあ非常にスムーズに、えー、バシッときますで例えばこうやってこの辺のニュースとかやって、えー、オバマのエ,ネジエナジープランこうやってやると、まあ、横にスライドして次にページが開いて、まあ、こう全体が見えてこの辺から読むかなみたいなのでこうピュッてやると ますでまた全体に戻ったりして、うんこの記事長いなみたいな。で、えー、っと、前のページに戻る。で、全体をする。こんな感じですね。で、これあのタブ、タブブラウザになっているので、例えばさっきこれ、ブックマークしといたんですけど、 ちょっとウィ,キペジウィキペディアの英語版ページを開いてみます。ウィキペディアのモバイル用のページ最近用意していて、あの別に必ずしもこれ開かなくてもいいんですけど、全、ま、体、あのレイアウトが見えるっていうので、このページをちょっと開いてみたりしてます。で,ですねこのオペラがなかなか私、今日実は初めてあの Android 版使ったんですけど、いいなと思ったのはですね、えー、っとですねここの,この見てるページをですね、えー、取っとけるんですね。セーブして。でセーブドペーブペジ これ例えばネットワークが繋がってないときでも、これ今すでにもうこれ、ウィキペディアのあるページを、スティールメタル、スティールメタルじゃない、シートメタルですね、鉄板ですね、ブ,ブックマークじゃないや、セーブしといたんですけど、セーブとページをですね、これネットワークが繋がってなくても、というのはあ、あれですよね、オペラミニットのサーバー側で、今アメリカにもあるはずなので、多分近くにあると思うんですけど、そのサーバーパークで、えっと、プロキシをしていて、そこで、 画像をちょっとちっちゃくしたりそれから独自の HTML じゃなくて独自のマークアップ言語にしてそのファイルを1個のパッケージにしてバイナリにして圧縮して送ってでまたローカルでやっているとだからネットワーク待機がそのボトルネックになっていてそれなりに速いプロセッサーこの辺だともうかなり速いので非常に快適な感じがしますこんな感じですね戻る戻る オペラ普通にアンドロイドマーケットでダウンロードできるんですけれどもえやっぱりなんか自由だなとえ思うんですけどインターフェースがもうそもそもアンドロイドの標準とま結構違ったりするんですね普通メニューを押すと必ずちゃんとアンドロイドだとこの下にセッティングだとかここにブックマークとか出てくるはずなんですけどまあそんなことも気にせずにやってるみたいですねここに例えば何でしょうねこれがねえメニューボタンですかねあってまあセッティングここから入るようになっていると。 いうような、割と独自の、あ、これは、えっ、ー、と、マイオペラですね。ちょっと待ってくださいね。<laughs> まあ、こういうインターフェースにしても独自ですし、あるいは、えっ、ー、と、ここで新規ページを足すときの、このスピードダイヤルですよね。ここで、例えば、じゃあ、えっ、ー、と、Facebook 僕使わないからいいやみたいなって消すときにですね、うどうやって消してるのか分かんなかったんですけど、なんか長押しなんですよね、なんと。で、長押しするとこういうのが出てきて、クリアすると。 結構なんでしょうね。あの、お作法も割合に自由にやってるっていう、それは非常に Android プラットフォーム的だなというふうに思います。非常に素晴らしいですね。で、これちょっと閉じますね。例えば、で、タブブラウザなので、これで1個足して、じゃあウィキペディア、ウィキペディアのトップページに行ってみましょうみたいな。で、こう来ましたと。でですね、ここでわざとらしくですね、実はメールが来てるんですけど、ゴミメールですよと。で普通に考えたらまあ別にこ見る必要はないんですけど、まあ、ちょっと今これデモ,デモというかですね、 どれぐらいこう快適かっていうのはですね。ここからメールが来ましたと。で、デリートしますと。まあ、デリートしないかもしれないですけど、ねで、戻りますと。これぐらいの感じで、メールが来ても、なんていうんですかね、マルチタスクだから、行ったり来たりが非常に簡単に、もう当然、あの、普通のページに戻るし、ツイッタークライアントもすぐに、これ、ツイッカっていう日本の方が作ってらっしゃるそうですけれども、非常に早いからですね、これも例えば、メンションズに行って、スリッと行って、またタイムラインに戻って、えー、非常に快適ですよね。 でピュッピュッ,ッとこういう感じでまたお部屋に戻りますと。でえっ、ー、とニューヨーク・タイムズに戻ってまだちょっと記事を見ようかなみたいな行ったり来たりが非常に早いですよね。